明日2年半付き合った彼氏に別れ話をしてきます。別れる原因は、はい、彼に2回浮気されたことです。あら、明日のために、うん、今日赤い服とあとイヤリングと口紅を買ってきました。今までで一番綺麗な格好をして彼を後悔させたいと思います。大好きだけど、さよなら。幸せになってね。星野源のオールナイトニッポン。カラオケのビデオかよ。なんだよ、その、なんなんだよ、その、今までで一番綺麗な格好で会いに行きたいと思います。幸せになって。面白いわ。なんなの？その、なんでそれを送ってくるの？ああ、そう。好きだったんだね。でも好き、まあ難しいか。好きだったら別に浮気されてまだ好きなら別にそのまま好きでいいんじゃないのって思うけど。それ無理しなくていいんじゃないの？その好きなんだったら。で、別れるんだったら別にその綺麗な格好して後悔させてやるとかじゃなくて、ただその場からいなくなればいいんだって。そしたら、はっていなくなったその人、はぁーってなるから。